Thank you.
品川 CC セカンド、キャプテンの、石川選手です。よろしくお願いします。はい、まあ、今年1年間の目標としてその一部の昇格っていうところを全員の目標としてやってきてたので、まあ、昇格できたことは素直に嬉しかったですし、何より自分の中でホッとしたなっていう気持ちが一番強かったです。で、まあ、チームとしてこの昇格っていうのを目標にしてやって、先週昇格を決めて、でもやっぱりチームとしてはこの今週のハヤブサを勝って完全優勝していきたかったっていう気持ちが強かったんですけど、そこで負けたっていうのはまあ自分たちチームの弱さだし、甘さっていう部分でもありますし、まあ来年1年間の目標っていう部分でもハヤブサを倒すっていうところの目標にもなったし、来季頑張る理由ができたかなっていうふうには思ってます、はい。まあ、自分たちチームとしても若い選手が多いですし、まあ、まだまだ経験っていう部分でも、まあ、自分含め全員経験が足りないっていう部分もありますし、そこでまあ今年こういう舞台を経験して一部に上がって一つ強くなった一皮向けたセカンドっていうのを来年お届けできたらなっていうふうに思うので、全員でもう一回このリーグ開幕まで引き締めてやっていきたいなと思います。そうですね、もうシンプルに自分に情けないなっていう気持ちがあったのと、でもチームのためにできることは何かと考えて、まあ試合に来て声かけの部分だったり、まあ怪我をしているといえど、まあチームなんでベンチに入った以上はチームのためにできることっていうのを考えてやったつもりだったので、まあ悔しかったですね。はい、そうですね、チームの雰囲気は、まあ、今年1年間一体感っていう、まあ、チームワークの部分をめちゃくちゃ自分の中で意識してやってきて、でまあ年齢層的にも若い選手多いですし、まあ、どちらかといったら自分も若い方なんですけど、まあ、何か年上の選手からも発信できることがあると思いますし、まあ、年下の選手がそれこそ萎縮しないようなチーム作りっていうのを、まあ、心がけてこの1年間そのチームの絆みたいな部分を強く意識した分、この、まあ、チームの一体感っていう部分が出てこの昇格っていう結果にもつながったと思うので、まあ、そのチーム作りの部分に関しては結構良かったのかなっていうふうには思ってます。はい、来季はまあ難しいリーグにはなると思うんですけど、一部っていうカテゴリーでやらせていただく環境にこう自分たちが昇格できて、まあそれこそチームのスポンサー、まあ、スタッフ、マネージャー含め、まあ、自分たちの家族、まあ、全ての人に感謝しながら、まあ、一部でもこう今年のセカンドの勢いを落とさずに、もう関東昇格っていうのを目標に掲げて来季1年間全員で頑張っていきたいと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。はい、はい、品川 CC セカンド伊藤選手です。そうですね、まあ、素直に、まあ、嬉しいです。でみんなで、1年間かけて、まあ、この昇格っていうところを目指して戦ってきたので、まあ、その目標を達成できたっていうことは、まあ、素直に嬉しいんですけど、まあ、最後やっぱ優勝できなかったっていうことは、まあ、残念。やっぱり品川 CC のテーマでもあるこう仕事とサッカーを全力でやるっていうところに対して、やっぱりちゃんと仕事終わってから練習する、で日曜日の試合終わったら、月曜日から仕事、両方やっぱ結果出すっていうことにコミットしてやってますし、まあ、そこがチームの良さなのかなって思ってます。誰一人こう手を抜くことなく、仕事がきついからサッカー来れないとか、サッカー体がきついから仕事行かないっていうこともないですし、どっちの結果も追い求めてるっていうところで、それで両方に対して相乗効果があるっていうところは、やっぱり自分が長年やってても
感じることですし、まあ、それをこう新卒で入ってきた選手とかがにこう上の選手がこう伝えていけるっていうのはチームとしていい環境なのかなと思ってます、うん、僕今日で4シーズン目が終わりました。次5シーズン目になります。そうですね、個人的にはまあ、先ほどお伝えした通りやっぱ仕事もサッカーも両方手を抜かないということで、サッカーで学んだことが仕事に行きますし、仕事で学んだことがサッカーにそのまま生きるっていうことは変わらないことだと思います、うん、でその中でも、まあ、サッカーにおいて僕が年長者ということもあるので、出席しっかり練習に 出て試合に挑むということとか、うん、サボらないとかこう手を抜かない姿勢っていうのは、まあ、今シーズンずっと言葉っていうよりも姿勢で伝え続けてきたことかなっていうふうに思ってます、はい、そうですね、社会人サッカーやってて新陳代謝っていうのはやっぱあることですし、うん、それは監督に限らず選手も毎年入れ替わっていくので、まあ、長くいる分、その品川の大事にしている部分っていうのはやっぱ伝えていく立場にも来てると思いますし、うん、その伝えていくっていうだけじゃなくって、なんだろうな、それがちゃんとピッチ上で体現できるように、姿勢の部分だったり、まあ、言動の部分だったりっていうので伝えていき続ければいいかなっていう思うのと、やっぱ新しく入ってきた選手が昔はこうだったからっていう風に前のこうなんだろう古い伝統みたいなのを伝えるんじゃなくて、こう新しい選手からも僕たちも吸収できてしていけるように心がけていきたいなと思います。僕はIT の人材派遣といいますか、 IT 人材系の営業をやってます、うん、サッカーが仕事に生きるっていうところで具体的なところで言うと、なんだろうな、まあ、営業で言うと一番最初にやらなきゃいけないのが、まあ、なんだろう、テレアポとか企業にこう訪問に行くとかっていう、うん、その初歩的な営業のところは、じゃあこういうその営業のところを切り出して考えるとちょっと難しいんですけど、うんうんうん、サッカーで言うと、まあ、基礎、インサイドキックとかファーストタッチとか、そういう、あ、ここは基礎のフェーズなんだなっていう、そのなんだろう、状況に応じて、じゃあ今どこのフェーズの仕事をしてるんだろうっていうのを考えながらやきることと、あ、じゃあここはシュートまでいけるその崩しでフィニッシュでいける部分だなって考えたら、そのじゃあここはその仕事で言うとクロージングかけて振り上げを取りに行くとこだなみたいな、その状況に応じて今自分がどこにいるんだろうっていうのはサッカーでも一緒なのかなというふうに感じてます。で、来シーズン、初めて品川 CC としてトップチームとセカンドチームが、神奈川県一部に所属するということもあるので、まあ、トップチームは、まあ、ずっと目標にしている関東昇格で、セカンドチームは初めて一部に挑戦するということもあるので、まあ、まずは残留で、その中でもやっぱり一つの上の順位で、残っていけるように、チーム全体で、オール品川で、戦っていきたいと思います。はい、品川 CC、ゼネラルマネージャーの吉田さんです、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そうですね、まあ、今年セカンドチームはですね、想像を超える躍進を見せてくれたなというふうに思っています。正直この昇格、私たちが掲げている、まあ、仕事もサッカーも全力でやるっていうこのコンセプトを体現していく中で、やはりより多くの選手にこの環境を与えていきたいっていう、まあ、そんな役割で今セカンドチームというものが存在しています。でセカンドのメンバーっていうのは、まあ、トップに昇格することっていうのを、まあ、全力で志すメンバーが集まってくれているので、まあ、そういった刺激、が作れているなんていうところもセカンドチームが存在する意義なんじゃないかなと思ってます。品川 CC として、初のですね、自前の施設というところで、東京の天王洲、品川の近くなんですが、天王洲というところに品川カルチャーベースというですね、自前のフットサルコート2面とバスケコート1面を備えた施設を初めてこの都心で持つという、まあ、大きなチャレンジをすることになりました。クラブハウスと、あと今回治療院ですね、やはり社会人選手がスポーツを続けていく中で、やはり怪我ってすごく大きなポイントだなっていうふうに思っています。その怪我の部分をですね、少しでもケアしていくために自前の治療院で
はこの治療院を自分たちで運営することによってトレーナーたちの雇用も生み出すことができるなんていうところもあって、初めてこういった治療院なんていうところもチャレンジすることになりました、ね、実はもう一つ大きな思いがあって、やはり品川 CC は我々がモデルケースとなって日本のサッカー全体を良くしていきたいっていう、別にノウハウを隠すつもりもないですし、むしろ我々が持っているいいノウハウはどんどん生かしてほしいなと思いますし、でやっぱり社会人が平日夜にトレーニングする場ってすごく少ないんですね。なので今回我々だけではなく、実はいろんな社会人チームにも声をかけていて、一緒にこういうトレーニング施設作るので一緒にこういうところで練習しませんか、環境提供していきますっていうのを声かけもさせていただいていて、なんかこれで社会人全体の環境が良くなったらすごくいいんじゃないかなと思っています。まあ、少しずつ品川 CC も知名度が上がってきて、まあ、いろんな選手が来てくれたりファンの方が増えてくれたりと、あるような状況で、少しずつ、まあ、人に見られるという、存在になってきたかなと思います。やはりこう品川 CC を見ていただいた方が、なんかこう明日からもっと仕事頑張ろう、もっと学業頑張ろうなんていうふうに思ってもらえるような勇気を与えられるチームっていうところを目指していきたいと思う。選手たちにもどうやったらそういう思いを伝えられるのか、体現できるのかなんていうところをより今年チャレンジしていきたいなと思っているので、品川CCご期待いただければと思います。ハイブサイレブン阿部監督です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりレオックとの一戦 の入り方っていうのを考えると、どうしてもやっぱり一部昇格が決まったっていう多少の緩みっていうところはありつつも、まあ、でももうこうコロナの影響で来シーズンの近いところでの今日の試合だったので、まあ、そこを見据えて品川さんともこう来季は同じカテゴリーでやるっていうところで、まあ、自分たちがこういいイメージを持って来季につなげられるような一戦にっていうところでお願いしました。やはり、まあ、品川さんとレオックさんの試合も見させてもらいましたけど、やっぱり失点をしたくないっていうところと、まあ、あとはそこの中で我慢強く守って、相手の嫌なことをしながら、まあ、取れるチャンスをっていうところの、まあ、我慢強さが勝ち点3につながったところで、今日はもう昇格が決まってるっていうところで、もう少し自分たちの持つ時間っていうところを増やしつつ、相手のちょっと少しこう嫌がるようなところをどう、ね、こうついていけるかっていうところで、そうですね、まあ、リスクというか、まあ、少しこう自分たちが相手を引きつけたりだとか、まあ、そういう部分を増やしつつ自分たちの時間をもう少し増やしたいねと思いました。去年のやっぱり2部の戦いの中でやっぱり後半になってくるとやっぱりトレーニング不足のチームが多かったので、こうただ自分たちがやっててもこう相手が疲れてくれて、それから崩しができたみたいなところだったのが、やっぱり一部になるともうある程度90分間戦えるチームが増えてくるので、やっぱそういうところでやっぱり自分たちが持つ時間を増やしてチャンスを多く作り出さないと、やはり一部で勝ち上がっていく、また関東に上がれるチームになれないと思うので、まあ、その辺は意識しながらやってきましたね。まあ、上を目指しているどのチームもそうだと思うんですけど、やはりこう一気にいかないと、やはりまあいろんなこうチームの経営状況も含めて厳しいと思うので、まあ、戦力をこれからどう、こう変えていくのかも含めて、やはりこう一気にいきたいっていうところの中で、自分たちもしっかりトレーニングを積んで、まあ、2位以内、3位以内ですかね、まあ、そこに入り込めるようにしっかり戦っていきたいと思います。僕が今年で最後なので。あ、そうなんですか、はい、じゃあその監督自身も最後の、このハヤブサイルムに引き切るってことで、かなり思いはあったかと思います。そうですね、はい、まあ、ゼロのスタートからのでこうかなりレベルの低いところからスタートしているので、うん、まあ、こうやって3年という時間の中で一気にこうやって一部まで駆け上がれるチームになってすごく良かったな。いや、今日はあれじゃないですか、もう夜は美味しいお酒が飲めるんじゃないですか。そうですね、うん、まあ、でもチームには残るので、うんうんうん、また上に行くために、ね、こう裏方としてサポートしていければいい。はい、これからも、私たちもハヤブサイレブンさんの動向についてはぜひ注目していきたいと思います。ありがとうございます。今日は、試合後のお忙しい時間にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ハヤブサイレブン14番長里元気選手です。まずは一部昇格おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、去年は上がれなかったので、
絶対に昇格しなきゃいけないというシーズンだったと思うので、まあ、昇格できたことはすごい良かったのかなと思います。そうですね、本当昇格リーグの相手が、まあ、県一部の、まあ、スタンダードのレベルになってくる中で、どちらかといったらできないことの方がなんか多かったなっていう課題の方が多く僕は感じたので、このまま上がってもじゃあ1年で昇格できるかっていうところでは、なかなか難しいと思うので、まあ、この、まあ、準備期間もそこまでないですが、まあ、新しい選手が入って、で、あと今いる選手たちがどう成長していくか、でどう融合していくかっていうところが、まあ大事なのかなと思うので、はい、いい準備をして臨みたいと思います。そうですね、まあ僕はまあなんだろうな、みんなと違うっていうか、まあ、まあ厚木出身 で地元の選手 で、まあ、プロ契約してもらってるっていう身の中で、まあ、なんだろう、結果を出さなきゃいけない立場だと思うの でやっぱり臨む上で、まあ僕が結果を出さないといけないなっていう責任感をすごい強く持ってた中で、まあ、臨んでいるので、まあ、僕としてはまあすごいホッとしてるし、まあ荻野の試合もそうですけど、まあ、僕にとってはその荻野運動公園のあのピッチっていうのは、まあ小学校の頃からお世話になってるピッチ で、あれだけの有観客で来ていただいて、でその人たちの後押しがあったからこそのゴールだと思うので、まあ、ああいう雰囲気を県一部に上がって、じゃあコロナが落ち着いて、たくさんの人が来てくれるっていう中でサッカーができる喜びっていうのを、まあ、本当に改めて感じさせてくれたこの2試合だったと思うので、はい、まあ、その人たちのために僕は、まあ、体が動く限りああやって点を取り続けられたらなと思います。そうですね、やっぱり小学校の頃、じゃあもし、まあ、J リーグがじゃあできて、で近くにヴェルディだったりマリノスだったり、まあ、ベルマーレだったりっていうのがあったし、僕が、まあ、ベルマーレに所属している時には、まあ、厚木は一応ホームタウンだったけど、やっぱり地元のチームっていう感じはしなかったし、で子供の頃にじゃあ厚木市にそういうなんだろうプロのチームがあったりとか、トップレベルを目指しているチームがあるっていうことが、な子供たちに与える影響っていうのはすごい大きなものになるんじゃないかなっていうのはすごい感じているので、まあ、そういう子供たちが目指せる場所が身近にあるだけで、多分なんだろう、夢を持つ、目標を持つきっかけになりやすいと思うので、まあ、そういう存在に、まあ、サッカーだけではなくて、子供たちのためだったり厚木に住んでる方たちのためにも、まあ、そういう存在にサッカーだけじゃなくてハイブサイレブンがあって助かる、嬉しい、そういうのがモチベーションになるとかっていう存在に、これからチームがなっていかなきゃいけないと思うので、そうです、はい、厚木のために頑張ります。そうですね、やっぱり J で、いろんなチーム、まあ、行きましたけど、やっぱりそのなんだろう、地域密着じゃないですけど、やっぱり特にすごい感じたのはやっぱヴァンフォーレとか、まあ、ガイナーレかな、田舎というか地方のチームで、やっぱりなんだろうな、スーパーとか買い物行ったら頑張ってくださいとかっていう風な声をすごいいただきますし、そうやってなんかそういうハイブスイレブンの厚木の市民の皆様が応援してくれて、なおかつそれがあることによって、さっきも言いましたけど、なんだろうな、みんながいることによって新たなコミュニティが生まれたりとか、地域のその生きがいじゃないけど、そういった存在にならなきゃいけないし、まあ本当にその J クラブもそうですけど、まあ、サッカーだけをやってればいいっていう時代は多分終わったと思うので、まあ、そういった中でサッカー以外の部分でも、地域の皆様に必要とされるようなクラブになっていかなきゃいけないと思うので、まあ、サッカーだけじゃなくさまざまな分野で、地域貢献できたらなと、はい、本当に立ち止まれないし、また1年で昇格するのが至上命題にはなってくると思うので、ピッチ内外でできることを最大限やって、また目標を達成できるように頑張りたいです。